ヘンリー・ウィンダム・フィリップスは、イギリスの肖像画家。肖像画家の父、トマス・フィリップスの次男として、ロンドンに生まれ、父の下で修行し、1845年に、父が死去した際には残された画材と画質を相続した。ヘンリーは、数は少ないが聖書からの主題を描いた作品も描き、公開していた。13年間にわたって、芸術家一般事前協会の事務担当を務めた。 1860年に創設されたアーティストライフルズはロンドンのフィリップスのアトリエで結成され、フィリップスはフレデリック・レートンと共にその最初の指揮官となった。フィリップスはジョージ・フレデリック・ワッツの親友であり、共に1852年に創設されたコスモポリタイ・クラブの創設メンバーとなった。フィリップスの代表的な作品には、 ギャリッククラブのために描かれたルイ11世に噴したチャールズ・ギーンの肖像や王立内海協会のために描かれたウィリアム・プラウトの肖像、イギリス土木学会のために描かれたロバート・スチー・ブンソンの肖像などがある。また、1838年から1868年にかけて王立美術院に76点、ブリティッシュ・インスティチュートに13点を出品するなどして、 作品を公開した。フィリップスが描いた肖像画は印刷物に用いるため、メゾチントなどの版画に移されることもあった。1856年、フィリップスは詩人スーザン・ケイ・フィリップスと結婚した。フィリップスは1868年12月8日にシドナムのハロー・クルムの自宅で休止した。意外はウェスト・ノー・ウッド墓地に埋葬されたが、 その墓標は後に破壊されて失われた。a b c d グレーブス、ロバート・エドマンド、フィリップス、トーマス、インリー、シドニー、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、45、ロンドン、スミス、エルダー &CEO、A.B.C.D., データ・ビクトリアン・ポートレイツ・カタログ、ヘンリー・ウィンダム・フィリップス、ペインター、ナショナル・ポートレート・ギャラリー、2014年4月25日、閲覧、 abc, ザライブナリーオブナインティーンズセンチュリーフォトグラフィヘンリー・ウィンダム・フィリップス、ポール・フレッカー、2014年4月25日閲覧。ヘンリー・ウィンダム・フィリップス、geni.com、2014年4月25日閲覧。ヘンリー・ウィンダム・フィリップス、プラークス・オブ・ロンドン、2014年4月25日閲覧。 ジェームズ、フランク、ウィリアム・トーマス・ブランド。フレンズ・オブ・ウエスト・ノー・ウッド・セマテリニュースレター P5、http://www.fownc.org/.pdf/.newsletter47.pdf2014 年4月25日閲覧 ?NB、ヘンリー・ウィンダム・フィリップス、ポートレート・ペインター。 ザヤンガワさんオブ、トーマス・フィリップス、イズ・オルソー・ベリード・アット・ノンベド、バット・ヒズ・モニュメント・ハズ・ビーン・デストロイド。ありがとうございます。